こんにちは、チョメです。最近セレクトショップが3つだったんだけど、まだ動画にはしてないんだけど、ちょっとねお手紙でね質問が来たんだよね。どうやったらテーマチケットをたくさん手に入れることができますかって。無課金でね、チョメさん課金疑惑がちょっとね浮上しちゃったからね、ちょっとね教えようかと思ってね。みんな知ってると思うけどね、見ての通り、これ画像ちょっとキャプチャーしたやつなんだけど、他の人のところね、スワンをクリアするとテーマチケットが12個もらえるんだよね。3列揃えたらね。でこれね4時間なんだよね、ペナルティっていうか、出して帰ってくるのが4時間だから、うまくやれば1日4回とか5回とかできるんだよね。仕事の合間とかでも普通に送るだけならできるからね、ある程度用意しといて。でこれのやり方なんだけど、できればもう4時間経って、4時間たびにもうどんどん出荷するのがいいんだよね。でも寝てる時はしょうがないから、だいたいね1日ね4回ぐらいを、4回かな、自分は3回か4回ぐらい送ってる、スワンは。これさすがに5回は無理だな、寝る時間があるから。もう最低でも3回だね、3回か4回。そしたらあれもう30、3回送ったとしても3インチがさ、3ギガ6でしょ、36枚でしょ。バックアップキャンペーンがもしあったら6枚プラスなんだよね。自分バックアップキャンペーンの時しかやらないからね。でこれの見て、この図だったら右上、残り時間が10時間6分52。これね、ペナルティこんだけ待たないといけないって思い込む人がいるかもしれないけど、この空で送ることができるんだよね、これ。送るって押してみてん、これ。無理と思ったら。そしたらもう4時間のペナルティで済むんだよね。で、このね、4時間のペナルティをね、うまく利用することでね、効率よくね、スワンボートが回せていけるんだよね。例えばこれも明らかに今の自分ならこれ余裕なんだけど、最初の頃ってこれ無理ゲーなんだよね。この場合も本当に送るを送って、次の4時間後の次の商品に備えた方がいいんだよね。でこれの空で送る基準ね、例えばあれこうやって来るでしょ、4時間、これを来た瞬間ね、来た瞬間4時間以内に送ることができるんなら頑張る。もう4時間以上も明らかにもうココナッツとかヤシの実とか、ココナッツって言うんだったっけこれが、もうならないから無理って、バザーとかも見込みがないとかだったら、もう4時間以上かかるのが確定っていうか、もうほぼ確定する場合はもう空箱で送る、もうすぐ送る、うん、それやってやっていくと多分集まると思います。当たり前のことしか言ってないな。で、そしたら出てくるけね、猶予が出てくるからね。だから大体次のやつが出てくるでしょ、パって。だから次のやつが出てきて8時間以内に送れれば OK。まあ大体4時間である程度ね、ストックしてたらね、大丈夫だけどね。で、どんどん出荷しましょう。以上です。当たり前のことしか言ってなかった。送る機能知らない人がおるかもしれんからさ、空箱で送るっていうの、わざわざ10時間以上とか待ってる人がおる可能性があるからさ、ちょっとお知らせでやってみました。失礼します。まあ1日3回以上を目指せばいいと思うよ、スワンボートで。バックアップキャンペーンとかの時に一気に引けばどんどん増える一方だから、テーマチケットが。まあバックアップキャンペーンのキャッシュバックじゃなくてもジェムとか手に入るからね。だいたいそんな感じで無課金でもセレクトショップをどんどん当たる確率が高くなります。失礼します。